ちょいよ、ライジョンです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、その前に1個報告です。なんかね、新しいマイクをね、買ったのね、まあね、結構音質があれみたいなコメントがね、結構あったんで、まあちょっと新しいマイク買おうかな、みたいな感じで、新しいマイクを買いました。なんで、わりかし、まあね、みんなが本当なんだろう、ゆきおさんとかみかんさんとか使ってるやつなんで、まあ普通に外れはないかなって感じなんでね、まあ気づいたらコメントください。まあ言っちゃってんだけどね。ってことで、とりあえず今日はこれっす。えい、ロイホグ三重詩なんですけど、バベ小屋っすね。普通になんだろう、ゴーストとかロイホグとか加工されたからって思うと思うんですけど、ね、割かし強い。うん、ゴーストはやっぱ目に見えて加工されてるっていうか、あのね、なんだろう、そのやっぱりちょっとヒットポイントが減っててね、このミリ、いつもならミリ残ってんのにゴロンと転がしたらみたいなのは結構ありますね。本当にロイフグは火力が言うて、確か火力だよね、下がったのが。うん、なんで言うてなんかそんな気づかないみたいな時もありますね。普通に あんま気づかないなって時もあります。で、一番買ったのが個人的にはマジアチャ。マジアチャがね、もうやばい。あのね、一回使うと分かるんですけど、もうこうやって、もう遅すぎて、なんかもう本当に笑えるぐらい遅いんですよ。今日練習で使ってて、なんか、あれ違くねみたいになって、もう一生使わないですよ、多分。って感じで、やっていきたいと思います。ということで、まあ、とりあえずね、三重詩が多分普通に強いんで、いきましょう。無敗のグラチャレ。よいしょ。とりあえず初手番号が危険すぎるんで、あのゴーストとかそこら辺でなんか出してこなかったらハンターとかも出しちゃっていいかもって感じだと思いますね。はい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 。とりあえずこれにゴースト出していって、出てきたベベで OK、 おいしょ、 OK。まあ、ハンターでも良かったかもしれないですけど、ちょっとね、日和5を打ちましたね。ハンターでも良かったかな。まあ、コウモリとかかな、どうだろう。ガゴムリ切ったから、あー、そういう感じね。渡ってきたら丸太ぶっ転がして、コウモリ出てきたらホバーで縛いて、みたいな感じで行きたいですね。ぶっ転がしまん。よいしょ。いやー、いらんかったかな。どうだろう。とりあえずこれで、やばい、おお、ヒヤヒヤした。マジでヒヤヒヤした。オッケー。これでギャングかな。どうだろう。打ってからギャングか。ギャングってことは、はいはい、これがいませんねと。まあ、エリクさんなさげなんで、よいしょ。どっちかが守れないなっていう状況を作りますね。まあ、言うてロイフがこれが強いんで、これができるんだったら別に、まあ、まだロイフかなって感じではありますね。ヒットポイントでじゃないよね、火力だよね。俺さ、ヒットポイントだと思ってて、下がったのが 6% 下がったのがヒットポイントだと思ったんですよ。で、みかんさんが今日火力だよって言ってて、初めてそこで、え、そうなんだ、火力なんだってなって、よいしょ、この位置に出すと出てきたババに無限に滝が行って、墓石とかでもそうですね。このキングタワーより2マス前の逆サイに出すと迫撃は、無限に受けられます、正直。うん、なんでおすすめ。よいしょよいしょ、ここ、やだ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 、よし、これ満を持して三重詩ディディディン。こうなったらもう相手全然ね、攻めるに攻めれないんで、オア終わりですね。これが強い。ババ小屋を貯めてアドを相手に攻めさせて、アドを取ってからのディディディンがめちゃくちゃ強い。とりあえず、はい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 、おう、うまい、いいファイブを、よいしょ、欲張っちゃおう。とりあえず次こそ後ろに来ると思うんで、よいしょ、はい、ぴったりぴったり賞ですね、これは。いやー、一発 OK、 これ攻めさせてファイブ、はい、ドン、エベン、エンって感じですね。はい、とりあえずこんな感じで、まあとりあえず一緒、まあまあ普通にね、強いんで。で、こういうちょっと型は変わってるんですけど、あのね、環境後だからね、なんですけど、普通になんだろう、
マルチとかで前のシーズンもこのデッキ使われてて、普通になんかこのデッキで6150ぐらい、あ、6000じゃない、7000か、7000ぐらい、7150ぐらい取ってグロー20位ぐらいフィニッシュしてる人がいたんですよ。なんでデッキ自体は強いんで間違いないですね。とりあえずもうあれっす、もうあれっす、ファイブを打っていって、まあ初手ファイブあればめちゃくちゃいいですね。ただデッキの回転が結構遅めなんで、相手が2周カード回ってんのにこっちはまだ3枚しか切ってないんで、結構あるあるっすね。ババ小屋30子とかって切るとめちゃくちゃ遅いっすね。8枚30子ワンチャンスね。まあそしたらロリババと、ロリババと処理できそう。こっちはまあシャアなしかな、シャアなしの受け、よいしょよいしょ、はいはいはい、これで多少はアド取ったんで、こっちかな、受けてるから、まあこれも来たんで、ね、まあガゴムレとか来たら5を、まあ、多分ギャングだと思うんだけどね。あ、ガゴムレ、あーこれやばい、これやばい、いや、いるいるいる、いらんだろう。しかもなんだその5を、やばやばすぎだろこれ、やばいやばいやばい、もうね、エリポンに5を使いたくてちょっと調子こいてハンターで防衛しちゃったんですけど、正直にね、エリポンで防、エリポンじゃない、防衛すればよかった。これ切れねえな、適当にホバリング切っとくか。どうせ30子と今ギャングがあってね、攻めすぎても30子でいかれるし、攻めなかったらなんかギャングで適当にね、適当な攻めだったらギャングで適当にあしらわれるんで、よいしょ、まあこんな感じですね。とりあえず、とりあえずこんな感じ、はいはいはい、という感じで、はい、痛い痛い、でもアイゴレ切ったんでこれギャングしかいないんですよ相手なんで、これやってどうせギャングが出てくるんで、よいしょ、はいはいはい、終わりだ、これで終わりだ、おらおらおら、はいはいはい、もうギャングしかいない、はい勝ちー、はい勝ち、よいしょ、はいはい、とこれを2-1でセパすることによってゴースト持ってたらこれでいいんですよね。20してこっち守って、手堅く守ってって、こっちはねちゃんとこうやってペシッつって、ペシッつって、こうペシッつって、うん、5を打っていって、よいしょ、でまあギャングやな、まあ切ったからここには出さないんでいいかな、まあ適当に出しとくか、よいしょ、はい GG、 まあこんな感じですね。ちょっと途中でやばい、クソほどやばい5を打ったんですけど、まあ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 って感じですね。まあ守れちゃう、そんなデッキっす。よいしょ、ラストいこう。これは割とね、なんだろう、本当コストは重い分、そんな考えることもね、まああるっちゃあるんですけど、言うて少ないんで、結構ピアピアピアって言って勝てちゃうデッキではあると思うんでね、割とおすすめですね。うん、30子なぁ、そう、小発30子は結構、あ、でもどうなんだろう、マジアチ減るから、割と奴らからしたら大喜びなのかもしれませんね。本当はね、小発30子のめちゃくちゃ上手い人に、がいるんですよ、日本人で。ゆうたろうさんって言うんですけど、その人にリプをもらってね、俺の YouTube チャンネルでね、ちょっと紹介させてもらおうかなって思ったんですけど、もうメンテで全部リプ消えちゃったっつって、あーってなって、あーってなって、じゃあ来シーズンまたお願いしますみたいな感じですね。もう、ない。ガンないぽよ。とりあえず、ホバ。ホバかな。ホバ出していって、ホバ出して、ほんで、あー、なるほどね。まあ、メガこれ普通にペシペシ打てるんで、はいはいはい。ペシペシしてってババ小屋、よいしょ。いや本当はこれの逆サイドに行かせたいんですよね、行かせたいんですよね、本当は、本当はね、本当はそう。いやー、めんどくさ、バカめんどくさい、これはめんどくさいな、非常に。これでいいだろ、もう解けんだろこれで、ポイズン打たれたとて解けるはず。ライトニングか、よいしょ、延命大事、延命大事、よいし
キャッチした、キャッチしたわ。オッケー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 。これでまた、なんだろう、多分エリポンはない、あんのかな。でも型的にワンチャンありそうだな。これ陸少ないそうなんで、あー、トルネかな。トルネで起動されるかも。オッケー。これトルネない顔だな、多分。トルネあったら多分トルネで緊急起動するんで、これトルネない顔してますね。まあ、ライトニングってことは多分ないんですよね。そういうことなんですよね。なんで、無視か。無視でアド取っていくスタイル。やばい。なんかさ、風邪治ったんだけどさ、かすれるっつうかさ、もうナチュラル声がかすれるんだよね、もう最近。ナチュラル声がかすれる。うん、そんな感じ。とりあえずこれ、投げていって、ライトニングなんでね。ライドラかバカメンディーなー、それは。ここで、平井心。よいしょ。よいしょ。はい。はい、平井心、オッケー。平井心完了。で、私放置していって、こっちガン攻めしてから5コスで、追い踏み投げます。よいしょ。で、あっちに対応してる間に今度はこっち、よいしょよいしょ、はい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 、という感じで、とりあえずライトニングが怖いんで、あー、そうなる、それは聞いてねえな、いや聞いてねえ、それは聞いてねえ、いやマジか、それやべえな、普通にやばい、やばいやばい顔してる、やばい顔してる。あー、やめて、やだー、マジかよ、もう本当にやだ、きつい、泣きたい、もうマジか、やれー、ライドラ、マジか。いや、これ勝たなきゃいけない相性ですね。最悪だー、マジで最悪。あー、最悪。ちょ、ラスト1戦いきます。え、マジ最悪だわ、もう本当にマジで萎えるわー、これマジで萎える。いや、俺さ、U のライドラ来たじゃないですか、最後。あれを、三重視で受けたかったんですけど、ライトニング来ると思ったんですよ。ライトニング来るから、端に三重視出したんですよ。そしたら同じタイミングで8枚ぐらいダーン来て、あ、それ真ん中に三重視出したらどうしてるつもりだったね、みたいなさ、これ来て、もう萎えた。あー、萎えた。1500ぐらいなら多分、ライトニング打たれて削れちゃうと思うんですよね、U のライトニングドラゴンで。あー、萎えるわー、マジで萎える。あー、やっぱーこれ、あー、やっぱ、あ、いや、よくねえんだよな、よくはねえんだよな、いいはずがないんだよな、なんなら。これ夜、夜1、よいしょ。お、いい、めっちゃいいじゃん、形やば。ちょ、まあ大きいユニット切ったんで、タルババ小屋にできることといったら、なんだろう、後ろからユニットは出してこなさそうですけどね。ポンプとか、まあないか、さすがに呪文打つか、ホグ系で攻撃してくるかの、ホグってか、そのなんかで、おや、インドラがいる、おや、普通にユニットを後ろから出してきた、これはなぜだ、ないはず、大きいユニットないはず、ないはずなのに、橋渡るタイミングでこれ出すね。前にユニットもうつけれないんで、お、つける、マジでつけたらだって守れないよ、それ。いいの、あんま守んない派、まあ、最近守んない派も増えてますしね。守んない派なんかもいていて、いや、ロイフ守ってない、ガンムシやんけ、もガンムシでも折れないってことは、やっぱ火力が落ちたんかな、ぽいな、ちょっとぽいわ。これ過ぎてから、よいしょ、おっ、嘘やん、あ、やばい、当たってね、よいしょ、危ねえ。いや、クローンは嘘でしょ、さすがに。クローンはさすがに嘘。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。ババ小屋立てていって、そんで、やば、マジでなんかめっちゃ急に眠くなってきた。ああ、やばい、眠い。
でしょ。まあまあまあ、別にね、2本おればいいんで。よいしょ。満を持して。満音 GP。よいしょ。はい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 。はいはいはい。もう2本おればいいんでね、別に。そんなの。よいしょ。まあ、言うて 5D も1本折れちゃうんで。はい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 。よいしょ。OK! もう OK! はい OK! はい最強。はい満字。はい満字。はい最強満字。俺最強すぎ満字。って感じで、とりあえずね、もうこれ最強、マジ最強なんで使ってみてください。はい、ということで、今日もやっていったんですけど、いかがだったでしょうかという感じですね。まあ、本当になんだろう。うん、本当に俺、マジで自分が使ったデッキとかを紹介するんですけど、強いデッキしか使いたくないんで、紹介するデッキはね、本当全部強いんで、使ってみてください。本当に使ってみたら割と、これとかマジ平均コース 4.8 ってなんやねんみたいな。昔のデッキか、みたいになるんですけど、普通に使ったら強いんでね、使ってみてください。お願いします。使ってください。お願いします。本当にお願いします。使ってください。はい。ということで、今日は、まあね、今日ね、ドズさんとのね、コラボ動画を撮ってきて、ドズさんの方で1本、俺の方で1本撮ったんですけど、どっちもね、結構最近好評のね、縛りシリーズというか、まあ、ドズさんには何にしても勝てるでしょうみたいな、そういう企画をね、ドズさんのチャンネル1本、俺のチャンネル1本撮って、多分明日上がると、明日か、今日か。わかんないけど、今日上がると思うんで、ぜひ見てくださいって感じで、まあね、毎日投稿してるんで、ね、まあ高評価、チャンネル登録、やばい、込み上げてきた。チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今日は終わりで、お疲れ様でした。バイバイ。